はい、ヒデゼンのミュージックチャンネルへようこそ。時代がね、令和へと切り替わりましたね。はい、令和となりましてですね、まあこの間ね、令和一発目はちょっとね、僕の作った曲をね、まあ言霊という曲をね載せていただきましたけども、今日は2回目、令和2回目ね、2発目っていうかな。はい、これね、おっぺけぺーぶしというね、ちょっと面白い、明治時代に流行ったね、曲をね、今日は紹介していきたいなと思っております。最後までご視聴ください。おっぺけぺーぶし、なんだそりゃって思うかもしれないけど、まあ聞いていただければね、大体わかります。こんな感じです。それでは行ってみましょう。権利幸福嫌いな人に、自由党おば飲ましたい。おっぺけぺー、おっぺけぺっぽー、ぺっぽっぽー。亭主の職業は知らないが、おつむは当世の即発で、言葉は開花の看護にて、みそかの断り亀抱いて、ふにあいだ、およしなさい。何も知らずに知った顔、むやみに西洋を鼻にかけ、日本酒なんぞは飲まれない、ビールにブランデベルモット、腹にもなれない洋食を、やたらに食うのも負け惜しみ、内緒でそーっとヘドついて、真面目な顔してコーヒー飲む。おかしいね、おっぺけぺー、おっぺけぺっぽー、ぺっぽっぽー。というね、歌詞なんですよ。ね、なんかさ、ラップっぽいでしょ。ラップっぽいよね。で、このおっぺけぺー、おっぺけぺっぽー、ぺっぽっぽーっていうのが、まあ、お囃子。まあ、サビというかね、まあ、お囃子で、これはね、明治の時代にですね、明治時代中期、今ね、令和に変わりましたけども、明治時代、ちょうどね、明治時代と言いますと、まあ、江戸のね、時代が終わって、まあ、江戸っていうのはね、まあ、鎖国をしていたですよね、外国からの、まあ、文化とかを、まあ、遮断していた時代から、まあ、文明開化をしてね、文明開化、外国からのね、なんていうの、ものをね、取り入れたり、外国人がどんどんね、日本に来るようになって、まあ一般的にね、まあ日本人と外国人が触れ合うようになった、日本の文化と外国の文化がこう入り混じっていったっていうね、まあ時代ですよね。その先駆けとなったのが、まあ明治時代っていう時代なんですけども、その明治時代の中期に、創始芝居、まあ演劇ですね、創始芝居の川上音次郎という方がですね、演じた一種の流行歌がおっぺけぺーぶしっていうね、まあ歌なんですね。で、まあ歌の内容はね、結構なんですかね、ちょっとね、その時代の、まあ、政治背景をね、こうちょっと皮肉ったような内容の歌詞なんですね。おっぺけべーぶし。まあ今僕がね、歌ったところでも、まあなんか真面目な顔をしてコーヒー飲む、おかしいねとかね。まあまあコーヒーというのはまあ西洋のね、まあもので、日本には当時なかったものなんでしょう。そういうものを飲んだり、ね、もう食い慣れない洋食を食べたり、ね、なんかおかしくねみたいな感じのね、歌なんですね。もっと他にもね、パターンか歌詞があって、でちょっとね、当時の言葉で結構こう分かりにくいというか、まあよく読まないと難しい歌詞なので、今の僕が歌った部分が一番分かりやすいかなっていうとこで、でまあ当時はね、こう妖犬ね、妖犬、犬のことを亀とね呼んでいたんですね。亀、これなんでかっていうと、なんか外国の人がその犬に向かってカム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 とかって言ってたらしいです。でそれを日本人が聞いて亀って聞いたらしく、まあ、妖犬のことをね、亀って呼ぶようになったとかね、そういう話もあったりですね。はい、まあとにかく当時のね、そのこう、鎖国していた日本から西洋のね、文化を取り入れて、そのこう馴染んでいく、何でもね、そうですよね、時代がこう切り替わる時っていうのはさ、こうなんかこう新しいものを受け入れ、素直に受け入れる人と受け入れない人とっていう風に分かれるとは思うんですけどね。そのね、まだその最中にいて、まあなんかちょっとそんなお前西洋かぶれかよお前っつってさ、こうね、お前日本人の心どうしまってんだいっていうような感じなのかなっていう時代だったのかなっていうね、そういった時に生まれたおっぺけべーぶしっていうね、はい、
でですね、僕もですね、今ね、このおっぺけぺー節ね、おっぺけぺー節なんですよ。おっぺけぺー節、これ面白いなと思って、これ今作ってるんですけど、音流れないな。これか。真似してね、なんとなくなんで耳コピーしてちょっとアレンジしてね、おっぺけぺー節、これバックグラウンドミュージックなんですけども、こんな感じで作ってるんですね。で、これに合わせてちょっとまあ、おっぺけぺーぺっぽっぽー、おっぺけぺっぽーぺっぽっぽーっていうサビの部分は同じにして、ちょっとね、間のね部分を歌にしてみようかと思って今現在作ってる最中です。はい。でこの間高齢者のドライバーに惹かれかけて怒っているっていう動画を出しましたけど、まあそういったね部分もちょっと乗っけてみようかなと。まあそんなにね皮肉ってはないけど、皮肉っぽい歌は作ってはないけど、まあちょっとそんな感じのね、歌詞を、ね、今作ってますんで、それ出来上がったら載せようと思ってますんで、まあそちらの方はぜひね、出来上がったらチェックしてくださいということですね。おっぺけぺー節を今回は紹介させてもらいましたけども、なんかね、おっぺけぺー節はね、現在の音楽で言うとね、日本語レゲエですね、日本人レゲエに近い感じがありますね。はい。まあヒップホップのラップ、日本語ラップっていうよりは日本語レゲエに近いなっていうふうに思いますね。まあ、結構レゲエミュージックは結構こういうね、もっぺけぺー節に近い内容のねリリックを歌いますね。はい。まあ、ミキローザンのねアルバムなんかは聞いてもらえばわかると思いますけどね、ジャパン一番っていう歌がありますけど、ジャパン一番めちゃええ国やんっていうねフレーズの歌ありますけども、まあちょっとそれも皮肉批判ではないけども、なんかそれに近いようなね、感じのね、歌なんですけどね、おっぺけぺー節に近いって感じですよね。はい。というわけでですね、今おっぺけぺー節を作ってますよっていうねことをねお知らせと、まあ、おっぺけぺー節というね歌があったんですよっていうね、元祖ラップって言われてますね。だから実はこれアメリカのラップよりも前にねラップがあって、だからアメリカ人から影響されてラップができたっていうのもあるんだけど、まあ、こういうねおっぺけぺー節のようなね、こういうちょっとラップっぽい感じのね、音楽もあってっていうね。はい。だまるっきりアメリカのパクリじゃないんだなみたいな風にも感じてますけどね。はい。うん。でよく言うんですよ、日本語ラップアメリカ人のパクリじゃんってよく思われてんだけど、どうもそうじゃないなみたいなね。吉幾三さんがね、日本語ラップの実はなんつーの、一番最初にラップを歌った人だなんつって言われてて、テレビもねラジオもねみたいな、俺はこんな村やだっていう歌有名でありますけど、それが元祖じゃないかって言われてたんですけども、それよりも古いのがこのおっぺけぺー節。うん。でもしかしたらね、吉幾三さんのあの歌もね、おっぺけぺー節 がね関係してるかもわかんないですね、もしかすると。うん。調和似てるんでね、調和、その調、調べって書いてね、調べの調はね似てるんで、うん。で、おっぺけぺー節をこううまくね、語尾やね、まあ、歌詞の頭の部分を韻踏んだりをすると、韻を踏んでいくと、これラップになりますね。ラップになります。はい。これはおっぺけぺー節というね、やつです。はい。で、今回はね、このおっぺけぺー節というのをね、紹介させてもらいました。このね、川上音次郎さんっていうのはね、この、もう銅像になってたりするんですね。これはね。おっぺけぺー節の川上音次郎さんね、もともとは落語家だったみたいですね。うん。大阪の落語家の、桂さんの弟子だったのかな、ね、大阪の落語家の桂さんの弟子だったんですね。お探しの場所が深
複数見つかりました、その一つは MOGDI 氏の。呼んでないよ、シリさん。シリが反応しちゃった。うん、はいはいはいよ。ペケペーブ氏、音次郎は、民権思想の新聞記者として自由道場を名乗り入国十数回を数えたなんていうね、エピソードもありますけどね。政治的意見を表明すればすぐに弾圧される明治時代に、音次郎は言いたいことをおっぺけぺーの歌詞の中でズバズバ言ったので、不満を感じていた民衆に爆発的な人気を博したっていう風になってますね。うん。まあ明治時代はやっぱりね、今よりも、ね、ほんと、こう、政治的背景、民衆が感じる状況っていうのはすごいね、もっとこう殺伐としたねものがあった時代ではあると思いますんで、ちょうどこうね、江戸時代から明治に変わってね、こう外国の文化を入れてね、徳川幕府からね天皇制に変わってってねとかっていう、そういう激動の時代でねあったわけですからね。うん、まあそういうこう不満をね国にね、まあ、感じていた、民衆も多くいて、そこでまあこの音次郎がペケペー節を歌って、民衆のねこう同意を得てすごく盛り上がっていたというねことなんですね。おっぺけぺー節、紹介させていただきましたけども、どうだったでしょうか。いいと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、この曲ね、ほっぺけペーブシ令和バージョンを作りますので、もうしばらくお待ちください。はい、できたらぜひぜひそちらの方も聴いてください。よろしくお願いします。ではまた会いましょう。バイバイ。